こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回はゼニペナの結果発表と、あとは、ボンダ君の上限解放やられればいいかなと思います。皆様ゼニペナお疲れ様でした。どれぐらいの順位でしたでしょうか。で、僕の方も多分そこそこの順位にはおそらく入ってるんじゃないかなと思うんですが、早速見てみましょう。ということで、僕は16位でした。なんとかね。はい。で、16位だと何がもらえるのかと。これか。言うと、100万コインと黄金戦闘士ですね。なんでコインが入ったのか。全効果。で、今700万あるので、PR のボンダ。R のボンダ。で、ちょうどお金がなくなった感じですね。あ、でも正直まだ100万ある。ああ、そういうことか、そういうことか。ボックスが多分空きがなくなったってことですね。ここを壊して。で、ちょっと待ってください。これで交換できるのね。はい、そういうことでした。で、あとですね。あと交換できるものがあれば、金のジョールとかでいいかな。はい。ということで、僕のゼニペナは終わりました。で、これが。さあ、やっていきましょう。まとめて入れた方がいいのかな。とりあえず、R で PR 解放する？さすがに R の 0.5 って入んないでしょ。どうせ。あ、くしゃみ出そう。あ、失礼しました。風邪気味です、普通に。で、はい、はい、はい、3枚ずつくらい入れるか。解放していく。あ、割と解放するね。プラス2か、まあいっか。 PR、SR 半分ずつくらい入れる。よし、来い。もう一丁来い。えい、もう一丁来い。もう一丁、もう一丁。うわ、まあ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 、プラス3。だいぶいい。え、これ SR？ 2 枚通せたら行くんだけど。さすがに 30%、30% 無理かな。おお、来い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 。うわ、くそ、一番悔しいやつじゃんか。ということで、僕は奇跡の解放で、ホンダがなんと、レベル48まで上がりました。これ、いやー、結構僕使って強いなと思ったから、割と解放して欲しかったんですけど、まあ、残念でしたね。でもかなり解放した方かなと思います。うわ、これ、めっちゃ悔しいな。まあ、48まで行ったんで、復刻した時にね、ちょっとまあやってあげられたらいいかなと思います。いやー、これめっちゃ悔しいな。体力回復量とタック 20% 上がるんでだいぶ違うんでね。はい。という感じでございましたと。で、ちょっとゲド全然ないので、まあここはステイかな。っていう感じだと思います。あとはなんかアップデートが、まず、天才届けのガチャが来ましたね。僕は引くつもりいかないです。あんまり、まあ、なんか、いらんかな、SR っていうのと、天才届けに50個使うんなら、厳選しようかな、と、ちょっと思ってます。で、あとは、ゼニペナ、グラゼニアンケートと、選手オファーが始まったのと、
これが一番気になりますね。ドライドのコラボカウントダウンが始まりましたということで、最近なんかドロイドのバナーに PR とかあとはパワーストーンとかくれたりしてて、で木曜日からきっとなんか新たな動きが、木曜日もしくは金曜日くらいから新たな動きがあるんじゃないかなと思います。でドロイドは僕ブラックドロイドを結構解放したいので、あと1段なんとか解放できたら46になるんで、まあなんかその辺目指せないかな。あとはマルチドロイドとかもやってくださいっていうこうリクエストがあったりもするので、なんかその辺をやっていけたらいいかなとも思ってます。あとこれがすごく気になります。野球のアップデートについてというところで、体当たりがホーム突入、ブロックがホーム死守、ゲッツー崩しがプレッシャーランという形で、ちょっと名称と、その言い回しですね、が変わりますと。まあ、故意にやっちゃいけないっていうのが普通の野球のルールである、まあ、あると思うので、こういう形になるんかなという感じですね。はい。まあ、本当にこう、微妙にですね、微妙な言い回しですね。はい。プレッシャー溢れる走塁を見せ、ダブルプレイを防ぐことがある。あー、なるほどね。プレッシャー溢れる走塁ね。で、あとは、金徳の方も、表現が変わりますよという話ですね。本塁を落とし入れやすくなると。すごいね。日本語って難しいですね。本塁を守りやすくなると。はい。ということでございます。他は、守備力が相手チームの打率に与える影響調整。だから守備が高い方がまあ、割と面白いんでしょうね。で、結構それはゼニペナで感じましたと。で、投球打撃に関する調整と。で、結構、すごく細かく、変更があるみたいで、まあ、カットボールの横変化の移動量微増とかね。あとはスプリットとフォークの見分けとか、こうかなりたくさんの変動があるようです。あとはコンピューターの守備 AI の調整ですね。結構おもろいよね。こういうやっぱり、いろんな細かい調整をしていただいて、ゲームがより面白くなるっていうのは、まあ非常に大事なことかなと思うので、まあ、やっていただけると助かるな。まあ非常にプレイヤー側としては嬉しいアップデートになるのかなと思います。で、これも楽しみですね。守備走塁の一部特殊エフェクト追加と。ベーラン、セッカー、まあ、あと、もろもろの、走塁系と、ネガティブエフェクト赤色と。まあ、どういう感じになるんでしょうね。ちょっとなんか、本当に見てみて、すごく楽しみにスタジアムをやれるかなというところと、守備エラーの調整と。うん、なんか、バンバンエラーしなくなるのかな、マモンちゃん人形とかは。あとは、ファンブルバリエーション追加。結構あるな。守備走塁時のモーションと演出の調整と、まあ、本当にいろんなこのゲームがよりこうゲームとして楽しくなるような、スタジアムが楽しくなるような調整がたくさんされているかなという感じの印象です。カメラワーク、表情、リプレイ、あとは不具合の調整ですね。ちょっとこれ不具合あったんだ。三塁ランナーいるにもかかわらず二塁ランナーが進塁する。ああ、あんまり見たことなかったですけどね。ガイアフライのバックアップに回る野手が特定条件下で正しくない方向へ走り出してしまう。これあったな。これはありましたね。で、バズーカ送球が速くなったりと。結構いろんな調整があるみたいですね、と。それくらいかな、でも。あとは、この PSR のガチャも僕は登場が出ると悲しみ背負うんで特に触りません、と。いう感じですね。これくらいだよね、今のパワープロって。なので、あとは本当にマルチドロイドのイベントが始まるのをゆっくりと待って、で、そこが始まって、まあ、ブルーのドロイドかなっていうのが出てくるみたいなんで、そこを結構楽しみに待ちながら、新しい作説になるのか、スタジアムになるのかわかりませんけど、その辺をしっかりと遊んでいければいいかなと思います。なんで、ゼニペナはなんとかこう、そこそこの順位に入れて、まあ良かったかなっていうのと、ゼニペナの時は、こう皆さんにいろいろ教えてもらって、なんとかこう、
順位を上げれたので、その時にアドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございます。視聴者さん含めて。またイベントの時にはアドバイス逆にいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。